どうも、ハイチと申します。今回はですね、休校期間になって保護者の方からも結構相談をいただくようになったんですね。で、特に多いのが我が子の勉強を見てあげたいと。で、見てあげたいんですけどなかなかうまくいかない、ちょっと言い過ぎてきつく言ってしまった喧嘩になったりとか、子供がやる気をなくしてしまったりだとか、どういうふうに教えたら、どう接していったら子供に勉強している時に、うまくいくのかっていう相談をいただいてますので、私なりにね思うことを今回話していこうと思います。正直ポイントって言われるとですね、個別指導塾で働いてたのもあってかなり、細分化していろいろ伝えたくなるんですが、そうするとですね見てもらえない長い動画になってしまうので、今回ポイントを3つに絞って話していきます。まず1つ目が量です。例えば小学校の授業で言うと、45分かける4時間、5時間、6時間という授業があるわけですよね。で、自分も新しい小学校1年生になる息子と、年少になる息子がいるんですけど、学校の授業のタイムスケジュール通りに生活してくれたらいいんだろうなとは思います。親心としては思うんですけど、それを強要するのは絶対に NG です。子供からしてみれば学校と家は別物です。もちろんこの休校期間でコロナが大変なんだろうなっていうのは感じてます。小学生だとしても子供なりに感じてはいるんですけど、だからといって家にいるのに学校と同じ時間に勉強しなきゃいけないっていうのは、いや納得いかないっていうのがやっぱり圧倒的に多いわけですね。なので親心としては量を追い求めたくなるんですけど、そこはかなり削ってあげてください。自分が教育でものすごく大事にしているのがですね、勉強するじゃないですか。それが残らなかったら、つまり知識としてちゃんと残らなかったら、その勉強した時間意味がないとさえ思ってます。例えば子供たちが45分やんなさいって、しぶしぶやりますよきっと。感動とかでも5回書いて経度1ページにわーってやって、これめんどくせえのやだなって思いながらやってるわけですよ子供たちも。で、それでやったところで残らないんですよね。知識として嫌な時間を45分なんとか耐え抜いたで終わってしまう。それって子供にとってもメリットがないですし、親御さんもきっとその姿を見たらイライラしますよね。またダラダラやってみたいな、何もメリットがないであれば、例えばじゃあ計算ドリル1ページにしましょう今日は、1ページもいかなくてもいいです。本当に10問とかでもいいと思うので、この10問をどれだけ早く解けるか、そしてどれだけちゃんと正確に解けるか、それをたった5分で終わるかもしれません、10問が。でもその5分間はめちゃくちゃ集中してちゃんとやってる。で、間違ったりしたらペナルティをつけます。そこはちゃんときっちりルールは決めるんで、それは皆さんのご家庭によって任せます。お子さんによって自分が息子にやってるルールが皆さんのお子さんに合うってのは、それはやっぱ違うと思いますので、皆さんによって分けてもらいたいところではあるんですけれども、やっぱりだらだら45分やるぐらいだったら5分集中した方が得です。で、そうやって知識というかリズムを作ってあげた方がメリハリがつくと思ってます。例えばですけど、今うちはですね、うちの子は国語よりも算数が圧倒的に好きなので、国語のそのひらがなとか漢字っていうのをワークでやるのが嫌なんですよ。すごく嫌がります。で、分かってるので、であればそれをでも嫌がってんだからもやんなきゃダメでしょって言いたくなるんですけど、そうじゃなくってどうするかっていうと、漢字を1日2個ずつ覚えるっていうのをやってます。今1、2とか3、4とか始まるわけですよ。山が出てきて川が出てきてってなるわけですけど、それをもう何回練習とか言わないんです。覚えてって、もし覚えられるんだったら1回書くだけでもいい、もしくは見てるだけでもいいよって。ただしパパは明日とか明後日に突然テストするからいいって、テストするからちゃんと覚えときなっていうのをやってます。1日たったの2個だと思うかもしれないんですけど、でも30日間あったら60個覚えるわけです。だらだらやって覚えなくてなんか流れてしまうぐらいだったら、1日2個ずつでも確実に定着させていく。そして子供がやっぱり苦手なものってあるんですよ。数字が1から10まで終わってるんですけど、7 と、6と7かがやたら覚えられないんですよ、うちの子。なのでそれをそのしつこくやりすぎるとまたかってなるかもしれないので封印出すんです。例えばポケモン見てるじゃないですか、ポケモン好きなんで、ポケモンのね日曜6時からやってるポケモン見てる時に、間の15分終わったとこに CM 入るんですよ。で、 CM 入った時気が抜けてるんで、ねえねえっつって漢字の6書いてみたいなことを言うんですね。そういった感じで生活の中で突然振ったりします。で、思い出す瞬間をやる。で、そこで忘れたとしてもガミガミ言わないっす。こうまた忘れてんじゃねえかよ、覚えとけみたいな感じで、で、そうやって、ガミガミしすぎずにコンスタントにちょっとずつ覚えさせていくっていう、ゲーム感覚みたいなもんなんですけど、親としては量をねたくさんやらせたいっていう気持ちは出てくるんですが、
っぱり子どものリズムというか、子どものペースに合ってるペースにやっぱり合わせてあげてやることは非常に大事かなと思ってます。すいません、ちょっと1個目ね、熱が入って話しすぎちゃったんですが、2個目のポイントが比較です。でこれはですね、教育、まあ、子育てもそうですね、子育てと教育の時に NG ワードってあるんですよ。子どもにとって絶対に言われたくない、言っちゃいけない地雷のワードがあって、もちろんそれは、そのお子さんによっては違いますけれど、多くの子供が嫌がるっていう共通 NG ワードみたいなのもあって、それが比較なんですね。比べられることです。例えば、兄弟がいる時に上のお兄ちゃんと比べられたりとか、上のお兄ちゃんができたのにとか、もうこれも絶対 NG ですし、で今、ちょっと聞いてる話で多いなって感じるのが、皆さん、自粛してるので外出ないですよね。直接会ってお話をすることがなくなったので、例えば他の、家の状況とかを知るのが、その SNS、インスタとか見て、あ、こういうことやってんだみたいな情報を見るじゃないですか。で例えば LINE とかで、直接会ってるよりまた違うんですけど、 LINE とかだったらまだいいんですが、その Twitter とかインスタとかの情報を見てると、やっぱりお子さんが、ママがね、ツイートとかしてるのに、こういうことをやらせてると、今日うちの子はこれぐらい勉強してみたいなこといるらしいんですね。自分ちょっと確認してないんですけど、でそうすると、その自分の、人の子が頑張ってるところを切り取ってツイートとか投稿しますよね。でそれを見てるので、あ、うちの子もそこまでやらせなきゃって思うわけですよ。他の子の頑張ってるところを見てしまうの でそうすると、比べるわけですよ。あの子、ないないちゃんちの、ないないさんちの子供、ないないちゃんはこれだけやってるらしいから、あんたもやんなきゃダメでしょみたいな。いや、わかりますよ、これもわかるんですけど、いや、子供からしたら知らんがなって話なんですよ。その子がやってようか、私は私なんですけどっていうところがあるので、そこは非常に気をつけた方がいいです。比べちゃいけない、トップ3だと思うのは、その兄弟、一番は兄弟です。あとは友達、知り合いですね、周りの同学年の子、そしてもう一個が自分のパパママの若い時です。自分はこんだけやってたんだからっていうのは、トップ3として比べてはいけないところだと思うので、やっぱり接点が今多くなってますよね。一緒にいる時間が長くなればなるほど、ダラダラしてるところも目が行くわけですよ。だからうわって言いたくなるんですけど、そこは一歩耐えてください。この比べるワード一回でも言ってしまうと、かなり気持ちが離れます。子供からしたらもう嫌だって、だってまたああいうこと言われるんでしょってなってしまうので、ぜひそこはですね、生意気ながら申し訳ないんですが、ちょっと踏ん張っていただけると嬉しいなと思います。最後の3つ目、これが監視です。今はリモートワークで家でね、お仕事されてる方もいるでしょうし、子供が家にいるので洗濯物とかもいっぱい出ますよね。ママからしてみれば家事の量がおそらく普段よりもめちゃくちゃ増えてると思います。なのでなかなかね、子どもの勉強を見てあげれるって時間的に難しくなるとは思ってるんですけど、例えば、お母さんとも家事やってて、自分もね、家事ほとんどやってるので、やってて勉強やったのって言いたくなるんですよ。やったのって言いたくなるんですけど、親がその自分の勉強してるかどうかの監視してる人間になってしまうとですね、子供からしたらめちゃくちゃ窮屈です。褒められるっていうか、やってないところ、そのダメなところを探されて、また怒られるって、怒ってくる人になっちゃうんですよね。であれば、本当さっき言ったように1日45分やる必要なんてないんですよ。1日5分とか10分とか15分でも構わないので、例えば10分でできる量を子供がやってるんなら、その10分の間お母さんも横でなんか読書をするでも構わないですし、ちょっとね、自分の動画を見てる方もいると思うので、であれば一緒に動画の勉強してみるとか、お母さんも一緒にやってみるよみたいな感じで、子供との接点を設けてもらえると、たった10分なんです。たった10分なので、子供からしたら、その宿題やってるか勉強やってるかの監視をしてる人間から一緒に頑張ってくれる人になるんですね。それでも言いたくなると思います、言っちゃう時もあると思うんですけど、でも一緒に何かを頑張ってる人、頑張ってくれる人にちょっとでもそこの要因が入るだけでも、子供たちからするとストレスはかなり軽減されます。なので、あと何度も言うようにね、お忙しいのも分かってますし、生意気なことをね、言ってるのも重々承知してるんですけど、その子供が勉強するって頑張ってる時は、親御さんも何か、横で一緒に仕事するでも構わないと思います。パソコン作業するでもいいと思うんで、何かしら隣で私も頑張るから一緒に頑張ろう、この時間はっていう感じで決めていただければいいのかなと思っておりますので、よかったら本当にね、参考になるか分からないんですけど、一つの例として頭に留めてもらえたらと思います。